リンゴ酢飲むと痩せますって言われたら、だったら飲みたいって思いますよね。でも待ってください、リンゴ酢といっても痩せるリンゴ酢と太るリンゴ酢があるんです。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。具体的にどんなリンゴ酢が一番痩せるのかが分かっていない人は意外と多いんですよね。私もそうだったんですけど、リンゴ酢で痩せるって聞いていざ試してみようって思った時に、いろんな種類のリンゴ酢がありすぎて正直これ買ったらいいのってなったんですよね。そこで今回は視聴者さんからよくいただく質問で、リンゴ酢と純リンゴ酢、さらにリンゴ酢黒酢の3つのリンゴ酢の違いを解説していきます。この動画を見終わった後には、痩せるリンゴ酢の見分け方が分かるだけでなく、お財布にも優しいリンゴ酢の使い分けができるようになります。また私や私の生徒さんで6ヶ月でマイナス27キロ、ウエストマイナス35センチを達成したリンゴ酢ダイエットができるようになるので、ぜひ最後までご覧くださいね。リンゴ酢の1、ダイエット効果、2、痩せるリンゴ酢の見分け方、さ注意点の順で解説していきます。では早速参りましょう。1つ目、リンゴ酢ダイエットの効果。そもそもなぜお酢の中でもリンゴ酢がいいのって思いますよね。それはリンゴ酢に含まれる酢酸が腸内環境を整えて体に脂肪をつきにくくする効果があるからなんですが、特にリンゴに含まれるペクチンが腸内の痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌になって、痩せ菌たちをこうどんどん増やしてくれるからなんですよね。ある研究では、毎日大さじ1杯から2杯のリンゴ酢を薄めて12週間摂取した人が平均して 1.8 キロ痩せたという報告もあるんです。特に40歳を過ぎてくるとね、だんだん筋肉量が減ってきて、基礎代謝も落ちて、脂肪も燃焼しにくくなって、そして痩せにくくなっていきます。私も40代なので、こんなこと言ってるともう悲しくなってくるんですけど、そんな40代50代でも食事と一緒に飲むだけで健康で綺麗に痩せるなんて、もうリンゴ酢って本当にありがたいって思いませんか？ではリンゴ酢のダイエット効果が分かったところで、2つ目、痩せるリンゴ酢の見分け方について解説しますね。ここではよくある質問で、リンゴ酢と純リンゴ酢、さらにリンゴ黒酢の3つのリンゴ酢の違いを解説していきます。この違いを知ることで、痩せるリンゴ酢の見分け方が分かって、お財布にも優しいリンゴ酢の使い分けができるようになります。まずリンゴ酢について、例えばこちらのミツカンリンゴ酢。リンゴ酢とはリンゴ果汁にアルコールを加えて作ったお酢のことですね。実はリンゴ果汁だけでもアルコール発酵させた後に酢酸発酵させればお酢は作れるんですよね。じゃあなんでわざわざアルコールを加えて発酵させるのって思いますよね。なぜかというと、自然のアルコール発酵の工程が入るとその分時間とコストがかかります。なので醸造アルコールを加えることでアルコール発酵の工程をカットして生産性を上げてるんです。そのため市販のリンゴ酢は使用された醸造アルコールの香りでこうリンゴ以外の風味が混じることも多いんですよね。でまたそれだけではなくて、お酢を作るための法律にある秘密があるんです。何だと思いますか？私はこれを知ってショックだったんですけど、リンゴ酢の製造の過程で発酵除剤や折り下げ剤を使用しても食品表示には表示する義務がないんです。発酵除剤って何って思いますよね。原材料に表示義務がないので目にすることがないのは当然ですよね。果汁発酵時の酵母の栄養剤として幅広く使用されているリン酸塩のことです。また私もそうなんですけど、折り下げ剤ってこの耳慣れない言葉は何って思いますよね。これは濁りを取り除くためと、単に濁りを取ることにとどまらず余分なタンパク質を除去することで瓶詰め後の温度変化や形状変化によって引き起こされるタンパク変質での濁りの予防や後工程となるろ過の負担軽減のために使われているものです。いかがですか？このようにリンゴ酢はアルコール以外にも製造工程で添加物入りの可能性があるので、なるべく体には入れたくないですよね。次に純リンゴ酢について、まあ、例えばこちらのミツカン純リンゴ酢、そしてもう一つこちらのイオントップバリューの純リンゴ酢で、どちらも原材料
料は国産リンゴ果汁 100% のみですね。エネルギーや成分は大差がないのでお好みでいいと思います。比べるとイオントップバリューの純リンゴ酢の方が、まあ、日持ちが倍なのと160円くらいお得かなって感じですよね。このように純リンゴ酢はリンゴだけで作られたお酢なんですよね。リンゴ果汁をアルコール発酵させた後酢酸発酵させて作ります。アルコール発酵のために果汁だけでなくリンゴの果肉を使っている商品もありますね。リンゴだけでできているのでリンゴ以外の風味が混じることもなく純粋なリンゴの香りを楽しめますし、何より無添加なので内臓にも負担をかけないから結果代謝が上がって健康で体の中からきれいに痩せていきます。ここまで大丈夫ですか？では次、よくリンゴ黒酢でもいいですかって聞かれるんですけど、答えはノーです。なんでだと思いますか？実はリンゴ黒酢はリンゴ酢を熟成させて黒酢にしたものではないからです。お米などから作られた黒酢をリンゴ果汁で割ったものがリンゴ黒酢です。なのでリンゴ酢とは全く別物だったってわけなんですが、確かに黒酢にはねリンゴ酢に含まれないアミノ酸がたくさん含まれていて、これが疲労回復や免疫アップにも効果があるので丸なんですが、ただ黒酢は酸っぱすぎて飲みにくいんですよね。そこでリンゴ果汁のフルーティーな味わいを加えることで飲みやすく作られたのがリンゴ黒酢なんです。なのでリンゴ黒酢はリンゴ酢ではなくって黒酢の一種ですよってことと、さらにスーパーなどで販売しているものはそのままストレートで飲みやすくしたり6倍に薄めて飲むような、まあ、いわゆるこうドリンクとして販売されているものなので添加物が半端ないのと、太る原因の砂糖や人工甘味料が使われている商品がほとんどです。例えばこちらの煮缶リンゴ黒酢、国産玄米を 100% 使って醸造した黒酢にリンゴ果汁を加えて飲みやすく仕上げて黒酢を取ることができる黒酢飲料です。原材料名が米黒酢、リンゴ果汁、砂糖を黒糖入り砂糖液、酸味料、香料を甘味料、スクラロース、まあ、このようにスラッシュの跡が全て添加物なのと、加えて砂糖、黒糖入り砂糖液まで入っている。砂糖には中毒性があるのと、人工甘味料などは味覚が異常になっていくので、このダブルパンチで甘いものがやめられない、止まらないの負のスパイラルになってしまいますよね。ここまで大丈夫ですか？これまでお伝えしたことを一度整理すると、実はリンゴ酢の製造の過程で発酵除剤や折り下げ剤などが使用されているのがリンゴ酢であることで、またわざわざ太る元が入っている添加物とたっぷりのドリンクになったリンゴ酢ではないリンゴ黒酢よりも健康で綺麗に痩せる原材料がリンゴ果汁 100% のみの純リンゴ酢がおすすめですってことになります。ただちょっと待ってください。これを知らないとせっかくのリンゴ酢のダイエット効果が全て無駄になるから気をつけてくださいねっていうお話をお伝えするので最後まで聞いてくださいね。では早速注意点についてお伝えします。1、リンゴ酢の1日あたりの摂取量は大さじ2杯までにしてくださいね。大さじ2杯でも十分効果があります。なので取りすぎには注意してくださいね。2、リンゴ酢の飲み方ですが、そのまま飲まないでくださいね。痩せる飲み方は白湯で割って飲むことです。冷たくして飲むと腸を冷やして代謝が下がってしまって逆に太ります。ちなみに私は白湯 200ml に純リンゴ酢を大さじ1、純粋蜂蜜を小さじ1くらい入れて飲むのが気に入っています。3、リンゴ酢の飲むタイミングは食中食後に飲みましょう。特に胃腸が弱い方は空腹時の摂取は NG です。酸性が強い飲み物なので胃を痛めてしまう可能性があります。お食事と一緒に食中や食後に摂ることをお勧めします。4、リンゴ酢にはカリウムが含まれていますので腎臓病の人は主治医に相談するようにしましょう。5、リンゴ酢で歯を痛めることがあります、まあ、例えば1日に何杯も飲んだり薄めずにそのまま飲んだりすると酸性が強いのでね、歯のエナメル質が傷つきます、まあ、特に飲んだ後にすぐ歯磨きはしないでくださいね。心配な方は水で口をすすぐなどしてケアしていきましょう。では健康で綺麗に痩せる具体的な腸活ダイエット法はここからです。私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる
る1ヶ月分の食事メニュー90食分綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善といっても何をしたらいいのかわからないという方はこの動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。一人でも多くの方に正しい腸活ダイエットを知ってほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってお役立てくださいね。ということで今回は痩せるリンゴ酢見分け方ということで、健康で綺麗に腸内環境を整えて痩せるためには原材料がリンゴ果汁 100% のみの純リンゴ酢を選ぶこと、そして注意点は1、リンゴ酢の1日あたりの摂取量は大さじ2杯まで、2、リンゴ酢の痩せる飲み方は白湯で割って飲むこと、3、リンゴ酢の飲むタイミングは食中食後、4、腎臓病の人は主治医に相談してから摂取すること、5、リンゴ酢で歯を痛めることがあるので気をつけること、これらを意識して取り組むことで腸内環境が整って健康で綺麗に痩せるダイエット法をお伝えしました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。